どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ANA 感謝の日、3月29日にね、また開催されるということで、こちらの解説と、もう一つですね、かなりね、前に解説動画出させていただきました。こちらの動画なんですけども、2023年の3月31日をもってですね、ANA は、 スキップサービスっていうのを終了するっていうのをですね、かなりね、前に発表してるんですよね。とうとうね、2023年の3月31日が、あと数日でね、来るっていうふうになりますんで、4月以降、スキップサービスね、使えなくなるっていうふうになりますんで、改めてね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。 ということで、まずね、ANA 感謝の日からね、えー、やっていきたいな、なんていうふうに思うんですけども、先日ね、JAL が新しいね、スマイルキャンペーン発表しましたよね。今月の ANA の感謝の日がね、この日程とね、被るのかどうなのか、ここはね、ちょっと気になってたわけなんですけども、残念ながらですね、被らずということで、またね、違う期間でね、今回 ANA のキャンペーンね、来ておりますので、 気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ということで、早速ね、内容入っていきたいなと思います。まずね、ANA 感謝の日なんですけども、公式サイトね、更新されまして、こういった形になります。今回の ANA 感謝の日、全部で9項目ということで、<laughs> ANA のゴールデンウィークスーパーバリューセール。 国内線5月6月分の減額マイルキャンペーンですね。で、ANA モール、えー、マイル2倍キャンペーン。で、ANA ダイナミックパッケージの国内線、国際線。あと、ふるさと納税ですね。あとね、ANA ショッピング、A スタイルのクーポンですね。あと、ANA フェスタで購入すると、 マイルがねねねね倍にっていう感じでで全部で、ね、9項目、ねえー、今回も、ね、開催されますまあ、いつも通りですね。ANA のね、スーパーバリューのセールと、減、え、額、ー、マイルキャンペーンね、中心に話してね、行きたいな、なんていうふうに思うんですけども、今回ね、やはり一番ね、注目されてたのは、えー、国内線のね、航空券セールということで、ANA のね、感謝の日は、こういった形になりまして、ゴールデンウィーク登場の ANA スーパーバリューセールということで、登場期間ですね、2023年の 4月29日から2023年5月7日っていった形になります。で、今回のね、対象路線は ANA 国内線全路線ということで、ANA4301 便から4381便を除くということで、 公式サイトにですね、運賃表はですね、PDF でもうね、見られるようになっておりますんで、この公式サイトはね、表面では値段ね、出てはないんですけども、PDF ね、あの、添付されているっていう風になりますんで、この路線のこの運賃知りたいみたいな方はですね、ぜひね、公式サイトね、概要欄に載せておきますので、ぜひね、チェックしてください。で、ゴールデンウィークはね、今回対象期間っていう風になりますんで、今までのね、航空券のセールとかだと、6000とか7000とかね、まあ、ここら辺が最安値、ね、みたいな感じ だったわけなんですけども、まあ今回ねゴールデンウィークということで東京伊丹路線が最安7000円で東京札幌東京福岡が最安で1万円またね東京から沖縄が最安で1万5000円にね設定されているっていう風になっておりますのでまあ今回ね対象期間はゴールデンウィークっていう風になりますんでまあ十分ね安いのではないのかななんていう風に思いますのでもしねゴールデンウィーク予定ね決まってないよっていう方はですねぜひね今回の ANA 券ね チェックしてみていただければなと思います。販売期間はですね、ANA、ね、感謝の日ということでえ、3月29日の0時きっかりから1日ね、のみ販売されるっていう風になりますので、ぜひね、チェックしてください。で、次にですね、国内線減額マイルキャンペーンですね。必要マイルスはね、こういった形になっておりまして、 0から300マイル区間が6000マイルが4900マイル。301マイルから800マイル区間が7500マイルが5900マイル。で、801マイルから1000マイルが9000マイルのところが7900マイル。1100マイルから2000マイルの区間が1万マイル通常かかるところが8900マイルということで、まあこういった感じでね、減額マイルキャンペーンっていう風になります。こちらはですね、特足ビマイルとね、ちょっと比較してしまうとですね、この 今回ね、5月6月のね、あの期間っていう風になりまして、まあ、国内線のね、必要マイル数はレギュラーシーズンっていう風になりますんで、まあ、それと比べるとですね、まあ、そこまでね、下がってないかなっていう印象を受けますので、まあ、今回の減額マイルキャンペーンにはスルーしてもね、いいのではないのかな、なんていう風に思いますのと、先日ね、JAL のスマイルキャンペーンね、リベンジのはね、発表されましたよね。で、5月6月に関しては、またね、別途スマイルキャンペーンでね、セール対象で、あの、販売さ されるっていう風になりますんで、まあ、それをね。聞いてしまうとですね。まあそっちでね。全路線片道6600円でね。販売されると思いますので、まあ、それに比べるとですね。そちらでもいいのではないのかな。なんていう風に思います。まあこういった感じですかね。まあそれ以外にはですね。ana モールあ、そうそう ana モールではですね。集められている方はですね。結構ね。あの嬉しいのかな？なんていう風に思うんですけども ana モールでですね。こちらですね。新しいね。第4弾の ana。 飛行神社のご朱印帳ですね。第4作がね、発表されておりますので、こちらね、もう購入することができますので、まあ、3月29日にね、あの、この ANA モール購入していただくと、まあ、2倍マイルね、貯まるっていう風になりますんで、こういったのね、集めている方は、ぜひね、チェックしていただければなぁと思います。ちょっとね、もう販売されておりますんで、あの、3月29日までにね、売り切れになってしまうとね、ちょっと購入することできなくなっちゃうんで、ちょっと難しい部分であるんですけども、この ANA モールもですね、今回の NQ でね、2倍マイルね貯まるっていう風になりますんで、まあ、気になる方はですね、ぜひねチェックしていただければなぁと思います。まあ今回のね AN、a、感謝の日、AN、a n a 9に関してはまあこういった感じですかね。まあそれ以外はね、ちょっと詳細が見れない部分もありますので、まあ、気になる部分はですね、ぜひね当日チェックねしていただければなぁと思います。 それでは次にですね、とうとうね、ANA のスキップサービスがですね、終了いたしますね。2023年の3月31日をもってですね、ANA スキップサービスね、終了するっていうのが、もうかなり前、もう1年以上前にね、発表されてたんですよね。で とうとうね、この2023年の3月31日がね、そろそろやってくるということで、スキップサービスね、利用されている方、今どうなんですかね私がね、国内線のダイヤモンド修行とかね、しているときは、この ANA カードにね、付帯している、この、 スキップサービスね、利用されている方、めちゃくちゃ多かったんですよね。ですので、今もね、ある程度利用されている方ね、いらっしゃると思うんですけどもこうしと、ね、こういった形になっておりまして、レッツオンラインチェックインということで、CM をね、めちゃくちゃ打たれておりますよね。 これね、まあ、実際どうなるのかっていう話なんですけども、今ね、友人ブースであったり、オンラインチェックイン機ね、ありますよね。で、スキップサービスがあって、まあ、利用することができるわけなんですけども、このね、ANA スキップサービスがね、今後利用することができなくなるっていうふうになりますんで、いずれはですね、この自動チェックイン機って今ありますよね。こちらも4月1日以降ね、順次廃止するっていうのがね、もう以前から発表されておりますので、今後はですね、友人ブース、もしくはオンラインチェックインみたい なまあこの2択でねあの利用していただくっていうふうになりますんで。 今後はね、4月1日以降はね、まずこの ANA カードについているね、スキップサービスも利用することができなくなりますので、今後はね、友人ブースかオンラインチェックインね、この2択で利用していただくっていうふうになりますので、この点はね、本当に注意ね、していただければなと思います。ANA カードでね、利用されている方ね、今も多分いらっしゃると思うんですけども、もうあとね、1週間後にはね、利用することできなくなりますので、このオンラインチェックインね、ぜひ利用していただければなと思います。実際 ね私が利用した動画もねございますのでもしね利用方法がわからないっていう方は是非ねこちらの動画えチェックねしていただければななんていう風に思いますちょっとね 今後デジタルデバイスがないとですね、この ANA の登場っていうのはかなりね、めんどくさくなるっていう風になりますし、もしね、持ってないよっていう方は、友人ブースに並んでみたいな感じになりますんで、おそらくね、4月1日以降ね、友人ブースかなり混雑するようになってしまうのではないのかな、なんていう風に思いますので、まあ、この点もね、覚えておいていただきたいな、なんていう風に思います。 またね、今ね、オンラインチェックインね、あの、利用していただくと、ANA フェスタのね、クーポン、こちら15%オフとかね、結構いいクーポンがね、あの、出ておりますので、こちらもね、公式サイトを載せておきますので、これね、3月31日までしかね、利用することができないんですけども、まあ、結構ね、額大きいんで、利用される予定のある方はですね、ぜひね、チェックしていただければなと思います。 ということで、今回の動画はね、この感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブローツイッターもやってますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。